現役の頃はね、キャンプとか遠征が多いんですよ。調子の出ない時とか、僕のせいで負けた日はね、宿舎で一人辛かったね。人は落ち着ける場所があってこそ、仕事に力を発揮できるんじゃないかな。法人向け不動産のエキスパート、アプライズグループ。